遊び場遊び場とは子供、幼児や児童が楽しく安全に遊べるために様々な遊具を備えた場所、施設である。日本では従来の児童公園と呼ばれた施設もこれに生まれる。遊び場は住宅地や団地、ショッピングセンターや商店街の一角にあるような子供を遊ばせる場所、施設、設備の総称である。工事するように 公園一般とは異なる施設であるが、日本国内においては、地方自治体が設置する外区公園、急所、児童公園が含まれ、またデパートやスーパーマーケット内に、店舗が管理する屋内型のものが設置されている場合もある。一般には、これら子供の遊び場としての場所には、シーソー、鉄棒、滑り台、砂場、ブランコジャングルジムなどの遊具が用意されている。 噴水や人工的な小川といった水遊びの場を設けるところもある。多くの場合において自己防止の観点から親などの保護者が目の届く程度の広さ、おおよそ一番一筆分しかない。近年では単純な機能で同時に遊べる人数も限られる。伝統的なブランコやシーソーといったものからアスレチック的で冒険的要素を含み、また大勢の子供が同時に遊べて、 逆に所定の人数が揃わなくても遊べる、総合的な大型遊具が増える傾向も見られ、遊具を供給する、メーカー側も、様々なタイプの総合大型遊具を開発、提供している。アスレチック施設に代表されるものは、広い敷地を持ち、保護者と一緒に回るタイプのものまであるが、一般には子供を見守る保護者のためのベンチなどが、置かれていて、保護者の休憩場所としても利用される。 体を使って遊ぶことから身体機能の育成に対する効果が期待されていると共に年齢も出身も異なる幼児児童が入り混じって仲良く遊ぶことにより一定の社会性に対する体験学習の場としての果ても期待される一般に言うところの公園とは違い散歩をしたり草木に目を和ませたりする用途に利用されることよりも 子供を遊ばせるために適した遊具を利用することが主体となる施設であるが、樹木や花をめでるという上層教育の一環として一定の樹木が植えられたり花壇が設けられている場合もある。この他にも日本国内外において神社や町内会の敷地に遊具を設置、地元有志や町内会関係者らによって管理されているところもある。また有料で、 運営企業より提供される管理の行き届いた施設、またはミニテーマパーク様のものや任意事前団体や市民団体によって管理、運営されているものも見られ、子供の健全な発育を通して社会の健全性向上に対する効果が期待されている。有料のものや店舗付帯のものは一種の収益事業であるが、無料のものでは公共の場として誰でも 一定の節度を持って用できるものと位置づけられている。これら施設では、子供の負傷防止といった理由から、一部遊具が禁止、撤去されるケースが、年々増加する傾向にある。過去に指を挟まれたり乗っていた子供が投げ出される、破損した遊具が倒れ買ってきて負傷、または死亡するといった痛ましい事故も発生し、事故原因究明の上で問題の発見された遊具が、 回収されるケースも見られる。その一方で、ボールが勢いよく飛んでいく種類のスポーツの練習、キャッチボールなどが禁じられたり、犬の散歩で立ち入ることも好ましくないとされているところもある。犬に関してはペ、またはコンパニオンアニマルの項も参照されたし、これら施設は子供の健全な発育に欠かせない体を動かす、遊びの場を提供するとともに、 それらの遊びを通じて児童が事故を起こさないように配慮されている。近年では遊具を故意に破損しやすい状態にしたり、児童に対する暴行や障害といった事件も起こることから、有志、または専門に雇われた大人が遊具を常に安全な状態に保つとともに、これら児童に危害を加えかねない不審者に対する警備を行うケースも見られる。各期参照。 また子供の遊び場である、この施設では、サッカー、野球、ゴルフ、スケートボードなど一部の子供たちだけで、広い面積を占有したり、また、それで使うボールや球などが、他の子供たちにあたって、怪我や障害を及ぼすような種類の危険度の高い、遊びは小規模な公園では概ね禁止されている。 これは特に危険から身を守る術を持たない幼児も活発に活動する児童に混じって遊ぶことも多いための配慮である。なおそうした児童の成長には欠かせないと考えられているスポーツ活動のためにスポーツ公園あるいは自転車の練習や交通ルールの学習のための交通児童公園などが別途設置されていることも多い。当然ながらエアソフトガンや パチンコブーメランやフリスビーのような危険な飛び道具で遊ぶことも狭い公園では多くが禁じられている。子供の創造的な遊びの工夫を促すため冒険遊び場プレイパークのようなものも少しずつ見られるようになってきた。東京都世田谷区の羽木プレイパークなどがその例である。また小さなサイズの水族館、淡水魚の実、近在の河川の魚の実などに限ったや、 動物体験コーナー、ヤギやウサギなどなどと合わせた遊び場も少なくない。人工的に作った小川に自然の動植物を配するところも見られる。秋人上皇の成婚を記念して全国に作られた子供の国などはそういうタイプの遊び場となるだろう。小川の設置に関してはビオトープのような自然に対する関心を深め、またその中で遊ぶという教育的な効果も期待されている。 その一方で、日本において、地方自治体が設置している、外区公園では、高齢者と児童の交流や、高齢者が児童の安全に気を配るといったことに対する期待から、ゲートボール場と併設されるケースが1980年代より多く見られる。外区公園は、従来、児童公園として設置されてきたものであるが、児童だけでなく広い年齢層による、日常的な公園とするため、 公園種類の名称が1993年に解消された。博物館では従来より展示物の一部を来館者に触れさせてその原理などを教える体験型の展示物があったが、近年ではさらに積極的にそれら触れる展示物を取り入れ、プレイランド化したところが見られる。日本では主なところに国立科学博物館、通称科博にある探検広場が挙げられる。 遊びを通して現象に興味を抱かせる工夫がなされており、児童向けと思われがちだが、大の大人が子供そっちのけで夢中になって遊ぶケースも見られる。他方、有料で提供されるものも増える傾向があり、従来の余暇などに利用されるアスレチック施設に加え、幼児や児童に人気のキャラクターを使ったミニテーマパーク的な施設ができてきている。セサミストリートのキャラクターを扱った、 東京セサミプレイスが知られている。これら施設では、幼児や児童が安心して遊べることが最大の目的である。このため、勢い余って転倒することの多いこれら子供らが、転倒しても大きな負傷を失いよう、尖った石やガラスの破片は定期清掃などの活動で取り除かれ、また破損しかけていたり、劣化や腐食によって強度が低下した遊具も危険である。ため、 定期的な検査と補修が行われる。しかし一部の心ない利用者が放置したゴミ、空き缶や空き瓶やまたは故意に遊具のボルトを緩めたり破壊するなどしてこれらによって負傷する子供が出た例も見られる。その一方で事故の報告された誘導演目や箱ブランコといった一部の遊具が危険性を理由に排除されるケースも見られ設置される遊具の様式には 一定の時代による水位が存在する。事故が報告され、改良された遊具も多い。この他、これら施設内に併設された砂場に、ペットの犬猫や野良猫が封をしてしまうケースも見られ、衛生上の問題から、遊び場から、砂場が、不潔な施設として排除されてしまい、特に砂遊びを好む幼児や児童を落胆させたり、従来は着地の衝撃を和らげ事故を防止する意図で、 滑り台に併設されていたものまでなくなるといった事態も起こっている。他方、これらの害を防止するために、ペットの持ち込み立ち入りを禁止とするところも見られる。糞の甲を参照されたし、欧米ではこれら施設内に入り込んだ、麻薬常用車が使用済みの注射器を放置するケースも見られ、HIV に汚染されていることもあるこれら注射器を子供が触って、怪我をし、 感染する懸念も出て、これら施設の利用者が激減する問題も発生している。欧米では誘拐などの犯罪に巻き込まれる懸念が常に付きまとうため、これらの施設はショッピングモールのサービスとしてや有料のものが見られ、係員が常駐している、部外者は立ち入れないようにしてある、等の管理が行き届いているところが多く見られる。他方公共の遊び場では、 保護者が一緒にいることが、社会的にも求められていて、幼児や幼い児童が一人で遊んでいると、育児放棄、児童、逆とみなされ、通報されるケースも見られる。その一方で従来、治安の良かった日本では、これら施設で子供を遊ばせている間に、保護者は幼児を済ますことが多かったが、東京、埼玉連続幼女誘拐殺人事件が発生した1990年代以降、 これら施設で遊んでいる子供が営利、または、わいせつ目的で誘拐される事件もたびたび発生、また、通り魔事件に巻き込まれるケースも発生している。このため、デパートやスーパーマーケット内に併設されたこれら施設では、店舗利用者の利便性に配慮して、警備員を配したり、監視カメラを設置するなどの対策を取るケースも、 見られるが、それとて、誰にでもついていってしまいかねない用事を守りきれないや、突発的な事件を防ぎきれないという側面があると考えられ、必ずしも安心しきれない部分も残る。一部デパートではこの問題に対し、従来は、比較的誰もが気軽に立ち寄れる吹き抜けなどの空きスペースに設置されていたこれら施設を、出入りの際には、係の従業員による保護者確認が必要な、 プレルームに改造、積極的に幼児や児童を預かって保護する形へと変化させて利用者の獲得を目指す事例も見られる。従来からの自由に人が出入りできるオープンスペースの施設では保護者が一緒にいるべきだとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。